皆さんこんにちは。いつも動画を見ていただいて本当にありがとうございます。今日はね、かわいい女の子、梅雨に入りましたので傘をさした女の子を描きたいと思います。それでは中筆と面相筆、そして山吹色、上朱、そしてピンク、そして水色ですね。水色と言いましてもこの白群と書いてございます。この4色を用いて描きたいと思います。可愛い女の子を描きたいと思います。傘を差しているんですよ。さあ、薄墨で外観を描きましょう。大きな傘を差してここからこういうふうに大きな傘ですね。そしてここが真ん中です。そして1、2、3、4と、そしてこういうふうに描きましょうね。そしてここにちょんちょんとちょっと書いておきましょう。で、ここにお顔がすっぽりはまっていると想定します。そしてかわいいワンピースを着て、ここからここが傘の絵がここまで来ていると想定しまして、ちょっと細くこう書いておきましょうね。で、ここから腕が伸びています。1、2、3、4、5で、ワンピースを着ています。で、ワンピースを着た女の子です。そしてこれを描きましたら絵を描きます。傘の絵ですね。ここちょっと見えますけど、後で色で消えますから大丈夫です。そしてここに傘の絵ですね。足です。かわいい太い足です。はい、お靴で、そして
これで仕上がりです。で、傘は黄色にいたします。書いてしまえば早いですね。傘に模様を描きたいと思う方はアレンジしてください。そしてお洋服はピンク、薄いピンクにしようと思ってます。そしてお靴は上手です。 赤いお靴の方が可愛いですよね。コロナでとても退屈になってるかと思いますので、この梅雨と合わせてその気持ちを大人も子どもも一緒だと思いますので、そのお心をこの絵に表したいなと思いました。そして傘の絵は赤にしましょう。あ、ちょっとまだ濡れてましたね。抜きましょう。後で修正いたします。この絵も後できちっと描きます。そしてこの上州ですね、上州を薄く伸ばしたので、この手と足に薄く色を塗っておきましょう。こういうふうに。ちょっとピンクが薄いですね。薄すぎますね。ちょっと濃くもう一度塗ります。
そしてこの色で白群ですね。ちょっと私も覚えられません。水色と言ってましたので、ここで水たまりをこういうふうにして、そしてこういうふうにしてしてください。でこういうふうにしてこうして、そしてポチャンと跳ねてます。漫画じゃないですけど、ちょっと、それでは乾きましたら、面相筆でこの絵の部分ですね、ここをきっちりとまっすぐ描いてあげましょう。そしてここと、ところどころこのように落としておけばしっかりと見えるかと思います。右手は向こうに隠れていまして、左手で傘をこういうふうに押さえていると想定しています。簡単に描けました。そしてちょっと風刺ですね。つまんないね。ない。いいね。はい。これで結構でしょうか。